はいえー、皆さんこんにちは。ウレック専任講師の岡田です、えー、本日は理系確保技術職公務員説明会技術系公務員の仕事試験内容合格法をお教えしますについて講義させていただきます。まあ、あのタイトル長いんですけどあの一言で言っちゃうと理系公務員のガイナンスですね。じゃあ,あのまず試験内容とかですね、えー、そういったところをちょっと説明していきたいと思います。 はいえー、とお手元にですね、えー、とこちらの冊子ありますでしょうかでこの中にですね、まあ、スケジュール冊子なんていって白黒で、えー、と校舎名とかがあの入ってるものっていうのがあ,のありますので、えー、お手元にあるかどうかを確認してくださいあとは皆さんがこれどこの校舎で見ていただいてるかにもよると思うんですけどあとはあの校舎オリジナルの <coughs> のチラシとかが同封されている場合もあります、まあ、あのこの冊子さえあれば OK です。なければあの申し訳ないですけど支店社員の方に「ないんですけど」って言ってください。はい、じゃあこちらの冊子を使ってまずは、えー、と理系公務員ってどんなふうな職種があるのっていうところから説明していきますね。 はいえー、と最初開けていただくと,、えー、と8ページ目9ページ目のところを開けてください「えー、と公務員の仕方で生かす理系の知識」って書いてあるんですけど、まあ、公務員っていうと一番身近なところはやっぱあの市役所の職員の方かなと思うんですよ。われわれ普段生活していて国家公務員の方にお会いすることってまずないじゃないですか。ただあの免許取る時とかパスポート取る時なんていうときに 市役所行きますよね。で行って住民票の写しとか、あとはあの戸籍証本、当本こういったものをまあ取るかと思います。はい。じゃあ理系の公務員って何やってるのっていうと、今あの理系の方が大学で学んでる知識をそのまま活かして公務員の仕事っていうのがあるんですね。例えば分かりやすいところで、かつまああの採用数が多いところなんか言っていくと土木の方。 はいえと土木の方だと学校でまあ構造力学とまあ,あと土質力学水力学俗に言う三力なんていうふうなものを勉強してるかなと思うんですけれどもはい土木の方だとまあどんなところにえと知識が活かせるのかというと国家とかであれば例えば国道まあ県とかであれば県道市だったら市道道路ですねであとそれ以外に国だとダムあとは湾岸港ですね もこういったものの整備あと回収っていうのが必要になります。で地方の場合だったりするとそれ以外にも公園の整備こういったところも土木職の方が担当することになります。ただ公務員の土木職っていうのは実際に現場にでもちろん現場には立ち会うことはありますけれども現場に出て穴を掘ったりとか重機を動かすってことはないんですね。それは民間のあの土建業者さんが行います。 だからまず道路を直す必要があるのかどうかっていうのを決めるで、ね、直すんであれば場合によっては公共入札なんかを行うとで随意契約をしているんであれば、まあ、そこの業者さんに対してこの道路をちょっと直してほしいんだけどとで今回いくらかかるみたいな見積もりを取るとであとは金額が妥当かとかやりって方が妥当かそういったものを判断して最終的に発注するかどうかと。 工事をするのは民間の土建業者さんです。たまに現場に行って立ち会ったり、でそんなのがあの土木職の方のお仕事になります。だから土木職の方だと正直言ってあまり市民とか国民の方と接するっていうふな機会は多くはないですね。それよりもえっと業者さんとか他の関係役所との接証っていうのが多くなってくるかなと思います。 で全部の職種話してるとちょっとだるいと思うんで、えー、と他の職種については9ページ目から10ページ目のところに書いてあるので自分の該当する職種のところを見ておいてもらえたらなと思いますはいじゃあこの理系公務員になるためにはどんなふうな勉強が必要ですかっていうふうなところを説明していきますねはいじゃあページ開けていただきたいんですけどこっからが あの職種によっっててページが変わってきます今あの土木職の方の説明をちょっとしたんですけども土木の方は46ページ47ページを開けてください。でそれ以外の方次が建築次が電気その次がまあ機械とかってなってますねで。私自分が科学専攻なんでいつもこの科学のページを使って説明しています。 ここは自分の専攻のページを開けてもらえればオッケーです。はい、じゃあ公務員試験の流れを説明していきますね。まず左側のページ、これ右側と左側があるんですけれども、左側の方のページを見てください。はい、えっ、ー、と国家一般職とか、まあ、県庁とか、あと政令指定都市、はい、そういったところの試験っていうのはどうなっていますかっていうと。 簡単に言ちゃうと教養科目、青いところが教養っていうふうに呼ばれるものです。国家とかだと基礎能力試験なんていうふうに言われています。教養をあと専門論文っていうふうな3つが学科として課されます。で、教養科目はっていうと、はい、ちょっと小さくて見にくいと思うんでアップにしますね。この青いところを見てください。 はい、教養科目なんですけど一番出題数が多いのが数的処理っていう,ふうなものですこの数的処理ってどういうふうなものかっていうともし SPI とか見たことある方だったら話は早いんですけど SPI の非言語分野っていうふうに呼ばれるものですね要は算数数学に近いような部分ですそれが数的処理っていうふうな名称になってますだから速さとか場合の数あと図形の問題と 資料のの読み取りこんななようなのが数的処理です、はい、で数的処理の出体数なんですけれどもこれが国家を受ける場合だったら40分の16国家だと教養試験が40問出るんですけどうち16問が数的処理っていうふうなものです。はい、で県庁とかだと まあこれがあのどこの県を受けるかによってちょっと若干変わってくるんですけど関東圏内の県庁だと40問中の12から13でそれ以外の県庁どこでもいいんですけど例えば愛知県とかあとまああの青森県とかそういったところだと50問中の16問ぐらいだいたいいた割ぐらいなんですね。数的処理という,うなもので出題されます。 はい、であと次に科目数が多いのが「文章理解」っていうふなものです。これが現代文と英文の読解です。レベルはセンター試験ぐらいだと思ってください。だからセンターで英語で、えー、とリスニングの部分除いて160ぐらい取れたよその力が維持されてるんだったら多分対策はいらないと思います。TOEIC で言ったら550点ぐらいあるんだったら多分何もやらないで読めます。現代文も同じですね はい、でこの文章理解と数的処理この2科目で国家公務員だと40分の27実に、えー、67.5%がこの2科目で出題されちゃうんですねだからまずはこの2科目をしっかりやりましょうで理系の方だと数的処理っていうのはあのやればやっただけ点数伸びる傾向にありますので数的をまず強要はやってください。 で次にこの社会科学って呼ばれるものなんですけどこれのまず科目はどんな内容かっていうとこれが皆さんだと正直あんまり勉強してないところかなと思います。まずは法律として憲法でそれ以外に経済学、まあ、ミクロとマクロの初歩的な部分ですねであとは政治学でそれ以外にちょっと国際関係とか。 そういったものが出るのが社会科学っていうふうなものです。で、これを社会科学が、えー、と県庁とか地方系だとちょっと出題が多めになってます。だから理系の方はこっからですかね大変なのは社会科学これはぜひやってほしいなと思います。 はいで、ここの3科目の出題数が多いんですね。出題数が多いものがマスターって形になっています。次セレクトセレクトっていうのは1科目多くても3問ぐらいしか出ないですよっていうのがセレクトですね。はいで日本史世界史地理まずこの3科目なんですけども。まあ,あのこのセレクトのところは全部レベルとしてはセンター試験ぐらいだと思ってください。 だから理系の方でもセンターでちゃんとやったよっていうふうな部分は多分やらなくて大丈夫かなと思います。はい、で日本世界七輪に関してはこれは、えー、と地方公務員県庁とかあと市役所なんかを受けていく場合は出題数がちょっと多いかなと思います。であとは理系4科目ですね。化学、学生物、物理、地学と。はい この四科目もセンターぐらいですので、センターでやったものっていうのは基本的にはやらないでいいです。はい、こんなのがあの教養科目って呼ばれるものです。理系の方はあのあんまり教養のところで辛いっていう方はいらっしゃらないことが多いですね。社会科学とあの日本世界地理これがあの単純暗記がめんどくせえなっおっしゃるぐらいです。はい、じゃあ次いきますね。次専門科目の方を見ていきましょう。 専門科目がこの緑色の高額の基礎っていうふうに呼ばれる部分とあとは黄色とオレンジの部分これが本当の大学で勉強している部分かなと思います。はい、でここからが職種と受験先によって変わってくるんでよく聞いていただきたいなと思いますメモする方はお手元のこの冊子にガンガンメモしちゃってください。 まずこの工学の基礎なんですけどこれ出る学科と出ない学科があります今日来ていただいている方の中で農学職だよって方は農学職のページ見ると工学の基礎ってないんですよ農学職の方は工学の基礎って出ないですちなみにまずこの工学の基礎って何っていうと工学の基礎はこれは数学と物理の基礎的な内容具体的には大学受験の内容が8割方です で数学で大学入ってからやる内容はっていうと大学12年の時に線形やりませんでした線形台数でその中で行列式とかあとベクトルの外積とかっていうのをやったかなと思うんですけどその辺がちょこっと出るぐらいですであとはあの電気電子情報系の方しかやらないと思うんですけどフローチャートとかあとはあの OR オペレーションリサーチなんていうふうなものもちょこっと出ます はいで物理のところはっていうとこれはもう8割以上が大学受験の内容で異なりますねで大学入ってからやるのはっていうと大学の基礎物理なんかだと水圧のところとか熱力のところをもうちょっと詳しくやるかなとあとはあの流体力学系のものなんかもたまに出されたりしますそのあたりがあの工学の基礎で大学入ってからやるような内容かなと思いますはい。 で、この高額の基礎の出題数がまた職種によって違うんですよ。じゃまずよく聞いてくださいね、ここから。国家一般職について説明します。国家公務員になりたいなと思っている方です。国家公務員になりたいなと思っている方は、科学職以外の方は20問です。例えば、機械の方だったら、国家一般職は20問出ます。だ機械、土木、建築、電気。この方は、 国家一般職は20問高額の基礎と科学の方はっていうと10問しか出ないです。ねこれが国家一般職。で国家一般職の本当の専門科目はって言うとこれがまたすげえ面倒くさいんですけど科学の方は30問機械の方は20問電気の方も20問建築の方13問土木の方20問。 これが国家一般職です。はい、じゃあ次県庁。県庁はっていうとこれは全員同じです。めちゃくちゃ簡単です。県庁は高額の基礎10問、本当の専門30問。これは全部共通です。もちろん農学はないですよ。農学以外は全部共通です。はい、であとごめんなさい関東圏の方だけになります。都庁と特別区これ受けるよって方は高額の基礎出ません。 こっちの専門科目だけ、しかも記述式になります。はい、これで大体お話はできました。で、次にえー、っとですね、専門科目のレベルとかのところについてちょっとお話をしておきますね。また自分の該当する職種のこの専門科目のところを見てください。 であの最近あの大学がですね結構おしゃれな感じになってきてあの昔ながらの土木工学科とかあの機械科って言うんだったらいいんですけれどもなんとかデザイン学科とかっていう風になってくるといろんな科目が混ざって勉強しているとだから土木と建築の中間ぐらいで勉強してるよ科学と生物の中間ぐらいで勉強してるよっていう方がいらっしゃったりするんですね。 まず見てほしいのがこの専門科目のところで書いてある科目が一通り全部やってるかどうかっていうのを見てくださいそうすると「いや俺半分ぐらいしかやってねえな」とか「この科目やってねえよ」っていうのがある方いらっしゃると思うんですねあ全然心配しないで大丈夫です <laughs> はいこの専門科目についてなんですけどレベルはって言ったら大学の定期試験あるじゃないですか定期試験から院試大学院入試ぐらいのレベルのものです そこまで難しくはないです、はい、かい、ね、らら論点ぐらいしかないんですよあの私一応まあ科学系あの恥ずかしながら科学系だったんですけど科学の方だと分かると思うんですけど物理科学って私「アトキンス」っていうふうな本を使ってて上下巻合わせると1,500ページぐらいになると思うんですけどそんなに勉強する必要ないんですよ。 出るるとところって本当に決まいんです、ね、15とか20ぐらいですすねかぐらだからぶっちゃけたことを言いますけどせっかく来ていただいて申し訳ないんですが学校の成績で全部90点以上と学校さんによって違いますけど「週」とか「S」とかっていうのが全部ついてる方っていうのはそもそも講座なんか取らなくても多分今の状況だっったら試験受かっちゃいますそうじゃなくてあの私学生時代すげえ不真面目だったんですけども。 何とか有料かでいうと「か」60点ちょっとぐらいで試験切り抜けていたっていう方だと試験の時は何とか覚えていてもその後全部忘れちゃってるじゃないですかなんかやったような記憶はあるんだけど式出ねえとかっていうのありますよね。うういいでこの総まとめ講座っていうのがインプットこっちの「パーフェクト演習」っていうのがアウトプットになってるんですけどもこのインプットのところもテキスト1冊あたり 厚めのテキストでも80ページ100ページ超えるよ。ってものはほぼないです。だから試験に出るところだけを抜粋して講座作ってるんですね。これっていうのはあの公務員試験で。まあいろんな会社さんありますけど、レックっていうのが一番長く、この理系公務員の講座を売っています。だから、過去問の蓄積っていうのは？ 相当長く持ってるんですよ。20年以上過去問持ってます。そこの傾向を分析して必要な部分だけ最小限度にまとめたものがこの総まとめ講座っていうふうなもんです。だからこれをやっておけば試験に出るところの7割から8割方はカバーできます。逆に言えば全部はカバーできないんですよ。完璧目指したいんだったら学校で使ってるちゃんとした教科書を使った方がいいです。ただそれって勉強するのにすげえ時間かかるじゃないですか。 だから必要最低限にまとめてあるのが総まとめ講座っていうふうなものです。であとは理系の方だと大体の科目で全部式が決まってますよね。この問題だったらこの式使うよと流体系のものだったら全部ベルヌイ使うよとかって決まってるじゃないですか。はいだから問題に関しても毎年似たような問題が出るんですよ。それをカバーしているのはこっちのパーフェクト演習講座っていうふうなものです。ここは 過去問ベースで作られてます。過去に出た問題を分析して、また同じようなものが出るだろうなっていうのを中心に作っています。はい。であとはですね、理系の公務員の場合って本屋さんに行ってもらってもなかなか過去問自体が売ってないんですよね。だから手に入りにくい過去問なんかもこちらで回答付きでしっかり演習できるような形になってます。 であと見ていただきたいのはレックが自信を持ってこの理系公務員の講座っていうのをおすすめできるのはここの演習の回数見てください演習がかなり充実していますさっきも言いましたが理系公務員って似たような問題が繰り返し出るんですよだからこそこの過去問演習の部分をしっかりやってほしいんですねそれを提供させていただいているのがレックのこの理系公務員の講座になっています だからここの問題高額の基礎の演習と、まあ、何とか職の演習っていうふうなものがしっかりできてるんであれば、まあ、あのそれが8割から9割もう完全に解けるよっていうふうにしてあれば本番の試験でも六6割下回るってことはまずないです。それぐらい自信を持ってこの演習のところっていうのはおすすめできます。であと今年からこれ強化されたものなんですけれどもこの「専門技術対策講座」これ何っていうと。 これ聞いてくださってる中で関西西よりももっと西の県庁を受ける方とちょっとピンポイントになっちゃってごめんなさいね鹿児島県とか愛媛県っていうのは問題公開してくれてるんですけども西の方の県庁っていうのは後で紹介しますけど論文のところがなくてこの科学なら科学のところの専門科目のところを論述式試験で聞いてくるんです。あとは都庁特別区なんか受ける方も、 専門科目のところが論述式になっているんですね。そこのところをカバーしているのがこの専門記述対策講座っていうふうなものです。今年からはこれも全部講座の中に組み込んでます。だから専門科目の記述式があるところでもちゃんと対策できますよっていうふうになりました。はい。 であと、えー、最初学科のところの3つ目ですね論文対策講座っていうのはこの2つなんですけども論文についてなんですが基本的には県庁とかあとはまあ都庁特別区市役所そういった場合はこちらの論文マスターっていうのが必要な講座になります。というのは県庁とかまあ特別区都庁あと市役所こういったところは文系の方と一緒の論文が書かされるんですよ。 だからよく出るテーマとしては少子高齢化対策どうしたらいいですかと。去年の埼玉県なんかで出たんですけども魅力ある埼玉県って何ですかと県庁の魅力はどうしたらいいかとそんなふうな文系と一緒のものを書いてもらう対策がこちらになっています。はい、でそれ以外に国家一般職受けたいよって方いるじゃないですか。国家一般職用がこのピンクのなんとか職論文マスターっていうふうなものです。 これが国家一般職業の論文になっていうのはこれは自分が勉強してきたものをそれを勉強してない人に対してどんなふうに説明したらいいですかっていうのがなんとか職論文マスターっていうふうなもんです。から例えば電気・職だったた。りすると、以前こんな問題が出ました電気・電子情報区分では出た問題なんですけど今あの電子マネーってすごいいろんな種類のもの出てるじゃないですか。 JR さんが出しているものとかいろんなあのイオンさんが出しているものとか、えー、とセブンアイスさんが出しているものとかいろいろありますよね。そのの電子マネーっていうのはまずメリットデメリリッットトデって何ですかで今後電子マネーがどのように衰退または発展していくかあなたの考えを述べてくださいこんな問題が出たりしてます。だから国家一般職の論文については 自分の専攻していた部分の知識を知らない人に対して優しく分かりやすく説明しましょうとこんなコンセプトのものがなとか論文マスターっていう,ふうなものです、はい、でこれでまあ全てのパッケージになっているわけですねあとは面接対策っていうふうなものが入ってますよと、はい、だからもう一回確認しますけどまずレックのポイントの1つ目はっていうとここですね。 演習のところ、これがすげえ充実してますよっていうところです。はい。で、えっ、ー、と今一次試験のお話をしたんですけど、一次試験が通過するとその後面接に移っていくんですね。はい。で、面接の対策っていうのがうちでいうと三十二ページ三十三ページのところを開けてください。はい。充実した面接対策。ちなみに公務員で面接ってどれぐらい大事なのっていうのを見てみましょうか。 32ページの9:1っていうところを見てもらえますか、はい、ここに面接の比率なんかが書いてあります例えば国家一般職だとこれ、えー、と文系でも理系でも変わらないんですけども教養が9/2専門が9/4論文が9/1人物9/2ごめんなさい建築の方だけ若干違うんで建築の方はちょっと自分で調べてくださいはい。 人物の割合低いじゃないですかだから国家一般職はっていうとはっきり言います最終合格すするまででは頭ですただ国家一般職の場合はっていうと最終合格してもまだ内定出ないんですよ官庁訪問って聞いたことあります自分が実際に採用してほしい役所例えば土木の方とかだったら俺国交省行きたいんだけどとそしたら国交省を実際に訪問して国交省で面接を受けるんですね その官庁訪問のところではっていうと多くの省または局っていうふうなところが言ってます人物しか見てないですよ学科のところは最終合格してくれていれば最低限の知識っていうのは担保されてるから面接であとは判断していきますよ、はいだから国家一般職はっていうと受かるまでは頭これ頭の方が拝点大きいですよね。 受かった後の官庁訪問はって言うと100%人物ですじゃあ県庁とか市役所とかはどうですかこのあたり見てください、まあ、さっきちょっと例に出でした埼玉県なんてふう,うなものがあります埼玉県見てみましょうか教養100点点点点専門100点論文100点面接400点めちゃゃめちゃ面接の配点大きくないですかちなみに県庁の面接っていうのは下に書いてありますけど大体のところが集団討論が1回。 あとは個別面接が1回から2回それは県によって違います埼玉県だとこうなってます集団討論1回と個別面接2回っていうふうになってます見てわかるように面接の配点すごいでかいんですよということは学科のところで満点は取れないと思うんですけど満点取ったとしても人物のところで志望動機とかやりたい仕事こういったところがしっかり説明できなかったりすると残念な結果になっちゃいます だから今の公務員試験はっていうとすげえ人物重視だと思ってくださいだからレックはっていうと人物対策のところにもすごく力を入れてるんですねはいじゃあ,あのうちの模擬面接についてちょっと説明していきますレックの模擬面接って2段階になってますまず1段階目が33ページの下半分のとこを見てほしいんですねリアル面接シミュレーション分析編っていうのものがあります これ何っていうとありますバイト何やってましたかサークル何やってましたかとで3年後期からあの研究室所属になるよっていうふうな大学さんも結構あるんですけど研究室ではどんなことやってますかと卒論のテーマ何ですかと、はい、そういったことを振り返っていただいて何で公務員を目指そうと思ったのかと何でそこを受けようと思ったのかそういったところを一緒に考えていこうっていうのが分析編です。 でこの分析編がある程度終わったら次3435ページ見てください、はい、これが実践編っていうふうに書いてあります実践編っていうのが他の予備校さんだと模擬面接なんていうふうに言われてるものですねレックの模擬面接いくつか他の予備校さんと違う特徴がありますまず1個目こちら早い段階から模擬面接が受けられますよとどういうことっていうと これは予備校さんによって違うのでぜひ他の予備校さん行って話聞いてきてください。こちらの予備校さん、いつかから模擬面接でできるんですかと。うちははっきり言います受験すす。る前の年の年月から模擬面接入れますだから今来てくださっている方が2021年の6月に試験を受けますよっていうんであれば2020年の9月から模擬面接っていうのができる。 特にポイントになるのがここなんですよこれ皆さん線引いて書いてくださいね一時合格者にうち限定してないんですこれまた予備校さんによっては違うんで聞いてほしいんですが一次試験受かると一次試験というのは学科のところです学科のところが受かるとあなた学科通過しましたよっていうふうな通知が来るんですよその通知持ってこないと模擬面接やらないよっていうふうな予備校さん結構あるんですねうちそんなことしません 一次試験合格した後に本当の面接に呼ばれるまでに早い場合だと二週間弱しかないんですよ。二週間弱でもあの模擬面接とか面接対策できますか？きついと思います。だからこそうちは前年のところから早めに模擬面接やったりとか早めの対策をしてつけ焼き場になるっていうことを防ぎましょう。ね、これがまず。 うちのの模擬面接の特徴ですあと3のところ見てもらえますか3番2番の何回でも模擬面接受けられますよとこれどこの予備校さんでも同じですみんな同じこと言ってます3番目面接官は元公務員または民間の人事なんかを長らく担当していた方ですよこれ見てみましょうか右側のページこれ関東関西分けて写真載ってるんですけどあのお政治にも若いって言える方います こんなこと言っちゃうと後でお子さんが殺されそうな気するんですけどいないですよね皆さん結構年いってますというかほとんどの方が60以上ですなんでこんな年取った人採用してるのっていうと右側のページのポイント3のとこですどなたでもいいんで略歴読んでください多くの方が実際に役所なんかに勤務されていて採用を実際にやっていた方ですよってことは私も一応講師なんですけど 公務員の経験ってないんですよだからあくまでも私とかっていうのは公開されている情報とか受講生さんが教えてくれたことを元に話すしかないんですけども彼らはっていうとそうじゃないんですね実際の採用の現場を知ってる方たちなんですよそういった方たちが定年で体感してじゃあ更新の育成をしようって言ってレックで働いてくださって先生をやってくださってるわけです そういう方たちと模擬面接が受けられますよっていうのがうちの特徴です。中には結構厳しい方いらっしゃいます。結構ズバッと言われてしまって、あの場合によっては泣いちゃうことかもたまにいたりするんですね。ただ、ぜひ彼らに食いついてってください。厳しい方でも、これぐらい喋れれば大丈夫なんじゃないって言ってもらえれば、面接で困ることっていうのはないんじゃないかなと思います。そんなのがレックの面接です。であとは、 見ていたただきあのー、これ聞いてくださってる方がどこで聞いてくださってるか分かんないんですけども中には、えー、レックの校舎が自分の住んでる県にないですよそういう方の場合はっていうとこの実践編に関してはウェブでで行うってこといこができます、はい、テレビ電話なんかを使ってですね、えー、模擬面接っていうのができるんですね。 だから遠隔地にお住まいの方でも対策っていうのができますよ。はい、レックのポイントの2つ目、えー、と面接対策に非常に力を入れているっていうふうなところです、はいで。あとは、えー、と26ページ27ページ見てください、はいえーと。理系公務員の情報ってそんなに多くないじゃないですか。 だから何か困ったこととか分かんないことがあった時に相談でできる体制って必要だと思うんですねで。その時に提供させていただいているのが、えー、と担任相談というレックの場合はこの担任相談が非常に利用しやすくてまずこう見ていただきたいんですけど26ページの下のとこ見てください。 はい、レック、えー、と一応全国に展開しておりますのでここに書いてある校舎に関しては担任の講師がおりますだからそれぞれのここの校舎の担任っていうのを利用することもできるんですね。ただ工学の基礎が分かとい,いうふうに言った時に札幌本校に校学の基礎のが分かる先生がいるかどうかっていうのはさすがにこれはちょっと分からないです。 だから面接対策とか論文対策とか一般的なことであれば学習計画立てたいとかっていうんであれば普通の担任のところにももちろん相談がいけますよただ理系の専門的なことになった場合はこちら特におすすめなのが自分のこと勧めるのもあれなんであの青木さんっていうふうな方が上にいるんですけども青木先生すげえ理系について詳しいです。この道30年以上 あのこの業界であの仕事されている方ですのでもうあのき,きみたいな方な方んですねでこの青木さんとあと、まあ、よろしければ私も使ってやっていただきたいんですけども、えー、このまあ2人の講師が理系担任っていうふうな形で実際に、えー、と直接お話をできるのは都内の大型拠点の4つだけなんですがいや俺関東なんんかに住んでねねえよよいいい方らっしゃいますよ、ね、そういう方は右の方をちょっと見てください。 電話でご相談というのもお受けしております。はい、ですから予約取っていただいて、あとは指定の時間に直接電話をかけてください。そうすれば、あの理系担任っていうふうなものも。全国から使うことができます。ただ、申し訳ないですけど、電話代だけはご負担お願いいたします。 はい。でこの担任が何をやってくれるのかっていうと、学習計画を作ったりとか、あとはえっ、ー、と自己分析のお手伝いなんかもします。志望動機とかですね、そういったところをあのー、作るっていうのもやります。であとはあの高学の基礎なんかであれば、えっ、ー、と今年も青木講師が演習編の方、私があのインプットの方を収録する予定ですので、高学の基礎なんかは直接聞きに来ていただければすぐにお教えするっていうのができます。 であとは、えー、と30ページ31ページのところを見てほしいんですけど通信通学っていうふうなところですねこの受講形態についてなんですけれどもあの通学はこれ教養科目しかうちの場合ないです専門科目のところはっていうとこのスケジュール冊子っていうのを開けていただいて でこの白黒のスケジュール冊子っていうところのちょっと待ってくださいね18ページ目のところ見ていただけますかこれ高学の基礎だけ通学っていうのをやってるんですよただごめんなさい新宿エルタワー本校だけになりますだから高学の基礎、えー、と直接講義を受けたいなっていうよな場合は新宿エルタワーの方に来てもらえればなと思いますはい でうちの場合は、えーと、教養は全国どこでも通学できますよ。あとは、えー、通信ですね。でうちのまあ通信、ちょっと特徴がありまして、これあの、スタジオで収録してるんですよ。今、私も収録してるのはスタジオで収録してるんですけども、これ、教室でやってる講義じゃないので、こんな風に例えば背景合成したり、はい、あと音声が多分乱れてるところって全くないと思うんですけれども、 スタッフが管理しながら収録していますので非常にクオリティの高い動画になっておりますで。あとはスマホなんかでも見ることができますよとあと1ユニットあたり基本的に30分制になっていますので電車とかあとあの大学とか通っている方であれば空きコマのうちに2ユニットだけ聞こうとかそんなのもできるようになっています、はい。あとはこの通信の講義結構理系だと通信の方が多いんですけど通信の特徴として。 一個あのおすすめしたいのがこちらのスケジュール冊子っていう風なものの13ページ目をまず見ていただけますか。これうちのもう1個の特徴が通信信のの配信時間っていうのがすすごく早いんですよだから高額の基礎だったら見てほしいんですけどインプットのところはっていうと。 二千二十年の三月二十七日の時点で全部見られるようになっています。アウトプットのところも二千二十年の八月二十一日で全部見られるようになっています。でそれ以外の専門科目ですね。専門科目のところはインプットが六月五日、アウトプットが十一月二十日にすべてが揃うような形になっています。ってことは十一月二十日から皆さんが例えば一番最初のところに国家一般職受けますよってんであれば六ヶ月も十分勉強期間が取れるんですよ。 これすすごく大事じゃないですか。だから予備校さんを決める時の一つとしてこのいつ配信があるのかといつから勉強が開始できるのかっていうのを見てください。はい、あとは教養科目のところですね教養科目のところが16ページのところを見てください。はい、教養科目のところも一番大事な数的処理、はい、っていうのはもう2月の21日。 から見ら見れますで、えー、とあと理系の方が頑張っていただきたい社会科学これも3月27日から見ら見れます、はい、だから非常に配信っていうふうなもの自体は早くなっていますので、えー、理系の方って特に実験系の方だったりするとあんまり時間がないとでその場合には期間が長くあった方がちょこちょこ隙間時間使って勉強していけると思うんですよ。 非常にこの通信をうまく使っていただくことによって理系の方の時間がないよって方でも勉強が進めていけるかなそんななな構成になっております本当は是非通っていただきたいのであの通いの日程なんかは校舎ごとにですねその後の方のページでいろいろ載ってますので見ていただければなと思います。 であとですね、えー、っと、ぜひこれも使っていただきたいのが、40ページ、41ページのところに書いてあるんですけれども、えー、っと、アドバイザーですね。この合格者アドバイザーっていうのが、10月から翌3月までおります。で、アドバイザーっていうのは実際に公務員に、レック使ってくれていて、公務員に受かった子たちです。でその子たちがアドバイザーとして、 まあいろいろあの受講生さんのフォローっていうの,ものをさせていただいてるんですね。で理系の方ももちろんいますので理系のアドバイザーなんかに相談したいなこんなこともできるようになってます。はい、であとこれもごめんなさい関東だけなんですけれども理系合格者ゼミっていうのをやっています。これは理系公務員の合格者が、まあ、ゼミ長みたいな形になって私が一応メンターみたいな形で入ると思うんですけれども。 あの面接対策どうしたらいいかとか論文対策どうしたらいいかとあと理系の勉強ってこんなところが大変だよねっていうふうなこれもごめんなさい関東の一部校舎だけでお,おそらく新宿かなと思うんですけれどもちょっと校舎はまだ未定なんですけれどもゼミやっていきますので、えー、こちらも使ってもらえたらなと思います。 であと専門科目ですね専門科目のところで何か分かんなかった時にはどうしたらいいのとさすがに土木のですね構造力学が分かんないんですけどと私に言われてもごめんなさい私も分からないんですねその場合は42ページのところをちょっと見ていただきたいんですけど「教えてチューター」っていうのがありまして 中野にですね弊社本社があるんですけどそちら中野の方にはですね、えー、と全ての学科の先生っていうのがおりますのでその先生と直接やり取りしてもらって専門科目のとこで分かんないっていうふうな部分これの質問っていうのができるような形になってます。はい、であとちょっと最初のところに戻るんですけど自分の職種のページ見てもらえますか 最後にちょっとコースのご紹介なんですけれども、まあ、右ページと左ページっていうのがあるんですが何が違うのかっていうと左ページが国家一般職とか県庁あと都庁あと特別区市役所そういったのを目指すコースが左側になってますで右側がこちら国家総合職用なんですね当然国家総合職用の方が内容は難しいですで現実問題として この国家一般職用の講座をしっかり受けていてくださった方が総合職受けたら受かっちゃったって方結構いらっしゃるんですよだから絶対総合職って方は右側のページ総合職以外だったらもう俺も民間行くよって方は右側のページになりますそうじゃなくて国家一般職とか県庁を向けたいなとその併願先の一つとして総合職も考えてるよっていう方だったら左側のページの方のコースがいいのかなと思います はい、であとはあの詳しい値段とかあと割引とかそういったものっていうのは支店社員の方から、えー、と説明をさせていただきますので、えー、直接支店社員の方と何かあの疑問とか質問とかがある場合は話してもらえたらなと思います、はい、では私からですね、えー、と皆さん全体に向けての、えー、ガイダンスっていうのは以上で終了にしたいと思います。はい、でぜひもしあの使っていただけるのであれば あのお待ちしておりますので、何なり質問なり何なりありましたら、ぜひ来てもらえたらなと思います。はい、それじゃあですね、えー、と本日のガイダンスは以上で終了にさせていただきます。お疲れ様でした。